ゆきひと申します。今回は抹茶の商品を集めた。もう一生抹茶食べてる。ランジェの家もいただきます。スポンジも抹茶な。ちゃんと抹茶や。上の抹茶クリームがねっとりしてる。かなり美味しい方だと思う。抹茶スイーツの中でも上のクリームがねっとり濃厚で苦味もある。ファミリーマートの宇治抹茶のショコラタルト。なんか今年つぼになってるの。ここ抹茶好きの私としては余計なもの入れてくれたなと。これ美味しいのよ。色も濃いし。でも意外と粒は邪魔してないかも。でも去年までのやつの方が好きだ。次セブンイレブンのチンのアイスワッフルコーン宇治抹茶。あ、ちょっとドキッチるか。これは去年も食べた。金のシリーズやからやっぱちょっと高めやね。美味しい。なんか爽やかな抹茶って感じ。次ファミリーマートのワッフルコーン宇治抹茶。これも去年食べてめっちゃ美味しかった気がする。記憶が正しければ。やべ、ちょっと溶けて潰れちゃった。インは同じか。こっちの方がちょっと薄いか。味はファミマの方が好み。めっちゃうるさい。おいしい。セブンのワッフルコーンの方がザクザク。どっちもおいしいけど私的にはファミマ派。ワッフルコーンで値段が高くなるならカップアイスでいいんやけど。ワッフルコーンもおいしいけどさ。今日の味変、山吉製菓のピザチーズ。匂いはピザポテトよりトマト感が強い匂い。やっぱりピザポテトよりはトマト感が強い。ちょっと内容量が少ない。 45g。 次はセブンイレブンの宇治抹茶仕様の抹茶食パン。結構柔らかい。マジでほんのり抹茶。パンは結構柔らかめ。リメイクした。普通にパンとしてのクオリティが高い。ふわふわ感が失われてない。セブンイレブンのお抹茶あんぱん。抹茶あんが入ってるのか普通のあんこなのか分かってない。あ、普通のあんこですね。粒あんかな。中は粒あん。めっちゃほんのり抹茶。生地が抹茶なだけだと、やっぱ弱いかな。アンパンもリベイクしてみた。あんこ感が強くなった。山崎のボリュームたっぷりずっしりデニッシュ濃厚抹茶。
濃厚ではないな。ちょっと練習生地が強すぎる。全然抹茶の味わからん。あんまほんのり、ほんのりやな。デニッシュもリベンジ。なんか抹茶の香料感が強くなったけど、やっぱりデニッシュ系のサクサクの方が美味しい。ファミリーマートの濃い宇治抹茶のテリーナ、これも去年食べた。めちゃくちゃねっとりしてる。人工的な抹茶やな。去年もこんなんやったっけ。味変、味変のバカポテト、バカまぶし、バカまぶし、バカまぶし、赤まぶしと同じ発音。万能スパイスで匂いが特にない。そんなに万能感もないかもしれない。なんて言ったらいいの？なんかスパイス感が口に残る。テスフレサンド家も宇治抹茶。つぶあんと抹茶クリーム。抹茶クリームは、まあまあ、もしね、スフレが微妙や。なんか、雑魚い枕の中身みたい。ちょっと生地が強すぎるし、もうちょっとガツンと抹茶感が欲しい。川島丼の水まんじゅう詰め合わせ、あずき抹茶。前食べたのが、くず餅と水まんじゅうの違いをご存知？私は知らん。どっちも好きやけど違いはよく分かってない。あんまり変わらんということでしょうか。諦めて。確かに前と透明度が違う気がするな。こっちの方ちょっと白濁してる。弾力が前よりないかも。あ、どっちも見た目が爽やかで可愛い。中身が白あんらしい。抹茶も好きやし、白あんも好き。ほんのり抹茶かな。粒あん派かこしあん派かみたいなのあるけど、私断然白あん派。でもなんか白あんって言うと邪道みたいなこと言われる。いちご大福とか絶対白あんがいいねんけど。思ったより餅が柔らかい。セブンイレブンの抹茶ゴールドハッシュ。これは去年も似たようなの。去年もってか毎年出てる気がする。ゴールドハッシュってカロリーすごい高いね。ほんのり抹茶味のオールドファッション。コンビニのドーナツ、前までめちゃくちゃ油っぽかったと思うんやけど、最近ちょっと改善されてる気がする。最後、同じくセブンイレブンの抹茶と練乳クリームのケーキ。あ、ケーキな。ドーナツかと思ってた。チョコ剥がれちゃった。確かにケーキ生地やな。でもドーナツコーナーにあった。フォークやとめっちゃボロボロ崩れる。生地自体はそんなに甘くないけど、真ん中が練乳クリームやから結構甘め。なんか手で食べるにしても
抹茶チョコがベタベタつきそうですよ。フォークへとボロボロ崩れるし、ちょっと難しい。ごちそうさまでした。今日特に美味しかったのは最初に食べたレモンケーキかな。では